皆さんこんばんは、ダズルです。こんばんは。いよいよ28日から、上演しますスーパースワン、昨年上演した作品、そのスーパースワンが非常に好評を博しまして、今年もですね、再演させていただくことになりました。まあ、再演ということなんですけども、どうでしょう、見どころなんかあるかな、カズ君。はい、うん、とですね、まあ、再演ということで、寄ってきた。再演ということでですね、まあ、ほぼほぼ基本変わらないかと思いきや、前よりもずっと見やすく、より一層グレードがね、いろんなところどころこちら上がってますので、そこをぜひね、楽しんでいただければいいかなと思っております。はい。あつし君、どうですか？はい。ですね、まあ、白鳥の湖だといえば、だといえば、あの曲だと思うんですけど、あの曲が見えるかと思うんですけど、あの曲でどんな振り付けを、振り付けが見られるのか、はい、楽しみにしていただきたいと思います。はい。うん、聞いた。はい。去年来場された方も楽しめる僕らのパワーアップ具合です。はい。うん、そして、聞いて。はい。僕はですね、衣装ですね。うん、あガンガンに攻めてるので、はいはい、ダズルの、それぞれの、あれが見える。あれが見えるなかなかね、何が見えるか、そこはいや、ちょっと攻めてます。はい、はい、攻めてますね、はい、見てください、うん、はい、それで、そうですね、僕からは、まあ、白鳥の湖といえばですね、世界三大バレエの一つっていう非常に名作なわけなんですけど、それを我々ダズルが踊るっていうことにですね、まあ、同じダンスとはいえ、ジャンルが大きく異なるので、まあ、踊りきれるんだろうかとか、知ってる方に納得してもらえる作品になるんだろうかっていう不安もね、最初あったんですけども、そのアツシも言いましたけど、チャイコフスキーの、非常に素晴らしい曲に合わせて、まあ、委ねて、まあ、振りを作って、そのシーンがですね、ダズルスタイルとこういい形でこう融合できて、面白いシーンになったんじゃないかなと思って、その部分が見どころですし、あとね、西島さんが演出してくださった我々国鳥のシーン、はい、まあ、全て本当に面白いんですけども、僕なんかは特にちょっと何ですかね、ちょっとこう積んでるというか、そういったリハがあるのでそういった部分もちょっと見ていただけたらなというふうに思っております。いよいよ、2日後ですね、28日から、上演するんですけども、なんかチケットピアは完売していて、ね、劇場シビックセンターホールの方ではまだちょっと若干残ってるそうなので、お悩みの方ぜひ、ね、ぜひ見に来てください。はい、はい、それでは会場でお待ちしてます。よろしくお願いします。お願いします。バイバイ。